どうも、コマです。スペースケトルやっていきましょう。初見プレイですね。PV 見る感じ、この真ん中のケトル君が主人公なんですけど、上に登っていくゲームだと思うんですよね。こういう感じで。わー。マウス操作で左クリックしたら、このね、お尻からジェット噴射出して、上に登っていくんかな。オッケーオッケー、登れた登れた。スチームのゲームのタグには超高難易度ゲームって書いてあったんでね。多分ね、次のゲッティングオーバーイットになると僕は思ってるんやけど。どうでしょう。あー、燃料が足りん、燃料が足りん。やめて、落ちないで、落ちないで。ケトルくーん。あ、こういうゲームですよ。流行りそうちゃう？皆さんはそんなやりたくないかもしれんけど、流行りそうな気配あるよね、これ。1月3日か4日ぐらいにリリースされたんですけどね。まあ、ジャンプキングと同じ種類ですよ。あれか、空中で断続的にジェット噴射するのがコツか。畜生。めっちゃ操作しにくい。ケト君頑張って。あー、戻ろう。ケト君バックバックバック。難しいな。もう3分経とうとしてる。ナイス。もう矢印が意味なしてへんやんけ。右左上全部矢印あるやん。どこ行ったらええんや。さすがに左行けへんよな、これ。このまま上目指してええんか。いけ。いいよいいよ、ナイスケトル。ナイスケトル。いや、コマラさんもね、一人暮らししてる頃はね、このケトルを愛用してたんですけどね。こいつよりもうちょっとスマートじゃないな。こいつよりもうちょっと小さめのぽっちゃり体型の子をね、愛用してたんですけど、このゴミ箱に乗りたい。これ結構落ちるタイプちゃう？一人暮らし終わって、実家に帰ってきたらね、いつの間にか親がね、なんか知人に僕の愛用してたケトルをプレゼントしてた。知人の家行った時に僕のケトル数年見てへんと思ったら、知人の家にあるっていう。寝取られてたわ。うわっと、大丈夫かこれ。大丈夫、立て直せ。ナイスケトル、ナイスケトル。一人暮らししてることはね、俺ケトル買ってね、コーヒーメーカーまで買ったからね。ちょっとこだわってたよ、コーヒーに関してはね。畜生。わあ、コーヒーメーカーも気づいたら親に捨てられたからな。インスタントの方が楽じゃねって言われて、確かになって思ったけど。驚くべきことにこのゲームセーブないな。なんか30分やって一旦休憩したんですけど、再びつけたら最初からやった。あー、慣れてね。いいよ、美しい。いいよ。オッケー。これが30分の成果よ。あ、今スタートダッシュ遅れたな。よし。ちなみに1回ゲーム閉じて起動したら、なんかね、アップデート入ったね、このゲーム。煙の出方が若干違う気がする。これはアップデートのせいか、気のせいか。いけ。いいよ、ナイス。よし。あー、今いい感じだったのに、取って分はあかん、取って分はあかん、バランス取れへん。いよ。あー、やめろ、くっそ。これな。OK。 これはいった。なんかいける感覚ある。もうなんか僕の第6感が言ってるわ、これはいけるって。さあ、目に優しい緑色のダストボックス。お前をクリアする時が来た。オッケー。このままの勢いで、ブルーダストボックスまで行く。いよいよ、ブルーさん、ブルーさん。よし、ブルーさんちょっと優しいな、形。これはいけるんじゃないのか。あ、そこ壁の部分やったん。今の分かりにくくない？もうちょっと高いところ行かなあかんかったのか。完全に僕、だから通れる部分やと思ったけど、実はなんか通れへん部分やった。当たり判定あるところだった。
ちょっと僕今の部分に関してはこのゲームのグラフィックについて文句言いたいな。はいはい、いけないっす。来た。あの看板より上の部分ね、思ったより細いな。じゃあはい、おっけ、ナイスナイス、来た。やっと進めた。一回ゲーム閉じた分を考えたら38分かかった。ここまで来るのちょっと操作慣れたかはあるけど、やっぱなんかだいぶ特徴的やな操作。これはちょっとやってもらわな分からへんと思う。取って部分をうまく使わなあかんのか、難しいぞ。はい、ここにとどまるやり方が分からへん。どうやったらええんや。よし行こう。もうちょい体力回復しちゃうか。なんとかあそこで体力を全開まで回復させたいねんけど。よし、いけるか。いいよ。おー、やっといった。あー、いけてない。くそ。ここめっちゃむずい。それはか、アップで。いけるか。これ一回右行かなあかんな。うん、スタンダガリン。くっそむずい、ここ。いけいけいけ。一体、もう行ってしまえ。ケトルくん。よし、ふう。でこっから重力どうなってね。このこれなんて言うんやろ、この木のやつ壁にぶっ刺さってるやん。そんな難しくなさそうやな、ここ。いけ、よしよしよし、ナイス。大丈夫、これ下押して大丈夫。ダメですよねこれ。うわー、捨てられた。くっそ。いや、慣れたもんやな。ま、一回も落ちずにいけるわ、これ。って言いながら落ちたら面白いけどね。オッケー。いや、慣れたもんですわ。いや、なんか慣れたもんやな。すげえ。一回いけるとなんかいけんねんな、こういうの。ねえ。鬼畜ゲーあるあるね。一回超えるとやり直し作業割と簡単にいけるみたいな。これは。よし、オッケーオッケーオッケー。行き過ぎんな。これはもう一気に左前飛ぶんかな。ちょっとギリギリまで、崖ギリギリまで行こう。ケトル君、ケトル君大丈夫。ケトル君は後ろ向きで進んでも前見えるんかな。ここで止まりたい。おっと、そこに斧が設置したんやけど、これはゲッティングオーバーイットを意識してるのかな。ちょっとこのゲームライバル意識あんのかな。ゲッティングオーバーイットに作ってる会社一緒かもしれんな。なんか岩のグラフィックとか似てるやん。あっ、しっ、やめてやめて。あー、左側なんか足割ったんか。こっからですよ、見てください。この直立不動、芸術点高すぎん、今の着地。よし、危ね危ね、行き過ぎんな行き過ぎんな。ケトル君、自制できるところが大事よ。これケトルである必要あったんか。ロケットでよかったんじゃないかって今さら思い始めたんやけど、これ右上とか気になるような。とりあえずこっち行こう。こっちなんかあったよね。オッケーオッケー。青い看板の方ついていったんやんすよね、ここ左ね。赤い看板はなんかデッドゾーンな気がする。オッケー、うまいね。今の調整うまいよ。これはちょっとテクニカルやな。ちょっと技術が必要やな。右行って左行くんか。壁当たると結構ね、コントロール失っちゃうからね。
げーうまい。いやもう慣れたもんですよ。ケトルマスターと呼んでください。これがケトルマスター。ケトルケトルケトル。オッケー。 Don't go down or you be very upset。 ちょっと待ってや、重要なこと書いてるかもしれんから、あの Google 翻訳します。Google 翻訳した結果、降りないで、そうでなければあなたは非常に動揺しますって書いてある。まあ配置的にあれやね、あのダストボックスゾーンの直前ぐらいまで燃されるんやろな。これちょっと難しくない？若干高いし、ギリギリやん。いけるかこれ。ケトル君、いい感じにちょっと崖っぷちに立ってくれ。もうちょいもうちょい。このままいっか。はい。ケトル君今ちょっと、戻ろ戻ろ。ケトル君今ちょっとジェット噴射なんか手加減したやろ。ふざけんなよお前。はい。ナイスー。いいよー。新たな世界開いてしまったな。これは足滑ったりとかはしなさそうやな。いやこのゲームセーブないからもうね、クリアしてしまうしかないですよね。どこ行ったらええんや。え、これどこ行ったらええんや。左上のなんかプレゼント乗れる。距離的に難しくない。いけるか？あ、いけるか？ギリやな、ギリいけんな。あ、この冬の世界でケトルはなかなか重宝される存在なんじゃないん？北極とか行ったら絶対ケトル必要やんね。そういうメッセージ性のあるゲームやったんやな。いけ！ナイス！いいバランス！こっちでいいん？こっちでいいの？なんかいろんなルートありそうやな、このゲーム。看板とかなくなったや。うわ、雪だるまさん、どうも。なんか、雪玉かな、それもしくは惑星かな、どっちやろ。え、これ行けへんくない？どうやって行くん？一気に、こっち行ってみる？行けそうやな、行けそうやな。オッケーオッケー。よし、ここら辺なんか一気に落ちる心配ないから安心やわ。はい。当たってしまったか、当たってしまったね。なんかケトル君やる気なくしてしまうからな。はい。ああ、今のはテクニカルやね。技術点高いよ。一回転してからのね、この惑星に乗るっていうのはね、なかなか素晴らしい。小村さんにしかできないのかもしれない。右行きたいな。なんか気持ち的にこの惑星を乗って上に登っていきたい気はする。こっちや。うますぎひん？なんかうますぎひん？慣れたもんやな。はいはいはい。これあれね、一回落ちたらこれよじるんやろうな。はい。いや、うまいな。いや、これちょっとやり込んでるって疑われるかもしれんな。僕実際30分しかやってんや、まだ。最初のやつ入れたら1時間しかプレイしてんからね。うますぎて引くんやけど、自分で。実はそんな難しくなかったんじゃないのか、このゲーム。見てくださいよこのバランス感覚、結構難しいはずやんだけどな。あー、やばいやばい、大丈夫大丈夫大丈夫。オッケーオッケーオッケー。一気に左行くか。はい。オッケーオッケー。あー、いいねケトル君。お、なんかゴールか、まさかゴールか。そんなあー、ちち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 、大丈夫か大丈夫か。やばい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 、それはあかん、それは。よし、いいよ、いいか、いい直立。慌てた。やめてやめてやめて。よしよし。よし、取り戻せる。全然余裕。ここら辺結構すんなりいったはずやから。皆さん時間見ておいてくださいよ。もう、経過時間40分までには先ほどから戻ってやりますよ。OK、OK、帰ってきた。見てください、ギリギリ。結構手間取ったわ。40分までには帰ってこれた。はい。ゴールかゴールか。一回戻ろう、一回戻ろう。いい感じに戻りたい。うーん、やめてくださいやめてください。そっちに転がらないでケトル君。オッケーオッケー。ここアンチ、ここアンチ。ここのなんか小惑星と中惑星が近くにあるのめっちゃありがたい。うーん、どうやって登れるの。
アンチアンチ。あれか、左のこの小さいここに乗らなあかんのか。こういう感じで、ああもうちょい高くしなあかんのか。難しいな、ここ。ああやめてやめてやめて。いけるかこれ。今までで一番いいけど。わかんねえ。どうすんねや。1時間経過しちゃった。ちょっと高さ調節してから飛びたい。いける、これはいける、これはいったでしょ。全然あかん。こうやって溜めてから右に移動。いけない。いけるか、いけるんかこれは。いや今行けそうやった。今なんで行けそうやったかちょっとよくわからないんだけど。いいよ、来た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 。オッケーオッケーオッケー。おっしゃい。いやここだけで30分かけた。ここマジで難しかった。こっち側は何もないか。右行くんやな。頼むから落ちんねん、ケトル君。やっと行った。もう完全に無言でしたよ。よし。OKOKOK。これ落ちひん。行きすぎて。OKOKOK。こっち側はなんか何もない。とりあえずそこの束に乗るんやな。よしよしよし。とりあえず右行って乗るって感じやな。あやば、これやばい。あこれこれこれ、やめて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 。大丈夫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 。ああやめて。オッケー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 。なんかああ行けたと思ったらいけてなかったんだな。畜生。ちょっとクーラーつけてるんで音入ってるかもしれん。クーラーってか暖房ね。はいはい、いいよ。いやー今のはなかなかうまくいったな。微調整が効いた。はいはいはい。謎のスマホゾーンに来たな。スマホ電子機器ゾーンに来たな。これ左に一気に飛んだらあかん気がすんな。また真上に乗るんかな、これはぽいな。はい。ああちょっと戻りたい戻りたい戻りたい。ああ怖い。クーラー切るか。うるさいかもしれんな。クーラー、暖房のことクーラーって言っちゃう。オッケー。もうなんか慣れてきたかな、さすがに。ケトル君はケトル君の扱い慣れてきたわ。これはこのまま上行くべきなんか言えなさそうやけど、右行くんかな。これ行き過ぎたら関係。頑張れ頑張れ頑張れ。よしよしよし。そろばんキーボードか、あれ。はいはい。よしよし、調整して。ケトル君戻ろう。これは一旦戻ろう。ケトル君の限界が明太丸つい。大丈夫大丈夫、ここはまだ傷は浅いはず。よし、はい、キーボードに乗って
戻りたい戻りたい。ここ難しいな。戻るの難しいな、ここ。やめて、戻りたくない、そこは。やり直したい、やり直したい。あー、ここが一番しんどいんだよな。よし、いくぞ。帰ってくるのめっちゃ時間かかったわ。よし、とりあえず頂点まで一気に飛びたいな。はい、こういうことよ。こっからバランス取ってスタミナ回復して左に飛ぶ、こういうことよ。これがケトルマイスター小村です。マイスターの意味がいまいち分かってへんけど。上のギターに乗れるんか。僕はただリーナちゃんになれるんですか。ほら、いいよ。はい、いや楽しい。なんか1時間ぶりに進んでる気がするからめっちゃ楽しいねんけど。ケトル君頑張れ。はい、ケトル君いいね。どこ行ったんやのこれ。左上、左上かな。はっ、ナイス、うまい。いやもういけるわ。なんかもう完全に僕ケトル君を使いこなしてる。これはどっちや、右上か左上か。左上届かなさそうやな。左上の方が安全やと思うけど、左上は届かなさそう。遠くか、あ、遠くやん。よし、左、左か、いや違うか、右やろな。なやれ、ソファーか。あーち、一回戻ろう、一回戻ろう。え、これいけへんのか、ソファー。いけなさそうやな。右、右なんかあるとか。ちょちょちょ、危ねえ。左か。ソファーはいけへんと見た。左かな、このまま。ちょ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 、やめて。どっかで、どっかでリカバリー、リカバリー、リカバリー。ちょちょ、ナイス。左行けなさそうやったな。ソファーはどうにかして登るんか。あかんな、なんか左上行けんくなったわ。あれ、なんか左上行けんな。なんか最初うまいこと言ったな。右上行くか。あ、やべ、あぶねえ。なんか登れなくなったぞ。あ、やべ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 。ギター、ギターで。めんどくさそうしたな。やめて、ここマジで嫌。やめてください。よし、帰ってきた。4時間。やり直し作業きつすぎる。で、こっからっすよね。ちょっと左の方飛んでみるか。ちょっとこっから一気に左飛んでみましょう。あー、やっぱなんもないよな。帰れるかこれ。帰れるな。あーつつ、おちょちょ、左は何もなかったから、次はちょっと右の方飛んでます。絶対何とかしてソファーへ登るんやと思うけどね。あーですよね、ソファー登るしかないんか。やっぱ危ない危ない危ない。ソファーどうやって登るんや。行き方わかんねえ。どうしたらいいの。このゲーム早期アクセスなんですけど、こっから先行けへんとかある。こっから先まあ作られてへんとか、そういう可能性ある。全然行き方わからへんねんけど。どうも小村です。4時間ほどプレイしてクリアできなかったんで日にちまたいなんですけどね。このゲームどうやらセーブできないので今最初からやってます。取り戻す作業頑張ります。イエーイ。ちょっと見てください皆さん、8分ぐらいで戻ってきたんですけど、なんかここにブロックある。
え、何？アップで入ったんか？昨日の段階で。今1月5日です。1月4日の時プレイした時上にブロックなかったのに今ブロックある。え、めっちゃ嬉しいんやけど。こんなん全然難易度ちゃうやん。もうここで一番苦労したよね。ここに落ちるために僕1時間ぐらいやり直したから、そのせいで僕前回4時間かかったのに。はあ、ゲームって1日置いたら簡単になるんやな。うわ、やられたわ。難易度下がってしまったわ。え、あのブロックない状態で行ってた僕を褒めてほしい。4回ぐらいあそこを僕やり直したで、あの地獄を。今から始める人らはあの地獄味わえへんのか。逆にかわいそうやわ。今からこのゲームやる人はあの難易度を体感できひんねんなっていう。マジであそこ難しかったから、あのろうそく2本立ってるところ。問題はここですよ。あ、いけるいけるいける。なあなあ、アップデートん、アップデートされてちょっと、え、アップデートされてケトル君なんか強くなった？全体的に20モードだったのかもしかして。はい、今どうやって思った？今なんか登りかけったよな。もう畜生。あー、そっちに落ちないで、めんどくせえ。いけるかいけるか。なんかいけそうな気配あるけど。ケトル君、ケトル君頑張れ。スタミナを使い切らずにちょこちょこ進むのがコツか。ケトル君、ケトル君下がってきてる。ケトル君いいぞ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 。キャッ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 キ。一回体勢で落とそう。いいよいいよ、ケトル君。よし、この多分なんかの偉人の銅像、胸像をね、駆け上がっていくわけですよ。OK、落ちたくないな。これは落ちたら結構戻されたやな。今のところめんどくさかったからな。よし、多分さっきの感じだったらそんな難しくないはず。よし、あれなんで分かんねやろ、さっきのできたのよ。いいよいいね。ちょっと浮く感じね、ケトル君。言ってくれよケトル君、言ってくれ。なさんで分からへんからさ、このおっさんの頭を。なんかめっちゃ回転するな、ケトル君。なんか元気やな。僕はもう元気じゃないけどね、疲れてきってるけどね。なんかここケトル君やる気なくすんやけど。ケトル、ケトル、てめえケトル。あー、ケトルないわ。ケトルマジでないわ。ふう、いいよケトル君。ナイスナイスケトル、ナイスケトル。はい、離断するな。はいはいはい、もういや、もうやり直したくない、もうやり直したくない。あのソファーマジで嫌い。よしよしよし、はい。あれ、終わりか終わりか。あ、やった、終わりました。やった、はい。コングレーション、ユー、レジ、ジェットップ、読めない。ワーニングって書いてあるけど。はい、というわけで、スペースケトル、なんやろ、エンディングとかないんかな。まあ、早期アクセス版なんで、もしかしたら、
ね、完成したらこの続きとか出るのかもしれんけど、バックトゥーメニュー。はい、というわけで、まあ合計5時間ちょいぐらいかかったんかな。一番やっぱ手こずったんはろうそくの場所なんですけど、あそこでマジで僕2時間3時間は使った。いやー、でもアップ出てあそこ簡単になってたからな。いやー、もうあの難易度味わえる人いいねやろな。いやー、きつかった。もう右手痛いし、もしかしたらこのスペースケトルもちょっと流行ったりするのかもしれんね、という感じで、ありがとうございました。クリアできた、よかった。